心配しておりました。ありがとうございます。もう本当に今日はですね、記念すべき日でございまして、もうハードレイン、昨日が大雨でございました、ね、ありがとうございます。1回目と全然違うことが今から始まるわけでございます。で徐々にやります。だんだんと雨真剣に見ないようにお願いします。どうせたわいもないことしかできませんので、あの皆さんの飲んではりますか。いや飲もうにもね、オーダーを通らない、なかなか遠いから、もし近い人は私に言ってください。こう違う、はい、注文係をさせていただきます。私一部は全く知らんでございました。一部は知らんで、はい、二部はよう飲んでます。飲んでありましたよ。一部と二部の違いが分かります。皆さんに近づこうと思って、リーダーは辛いです本当にも。最後まで持つんやろかと思って。大丈夫ですか。はい、危ない。行きましょう。いい時代の鎮霊さんの雰囲気で、美空ひばりさんの、はい、江戸の闇太郎大のぼろおほとろぼのあんたがよせ、あんたがよせ、やらげ
せーの。
途中からだんじり囃子が入ったという、ね、私どもなんかは本当に毎日聞いてますから全然その違和感がないんですけども、お客さんからしたらちょっと違和感があるんじゃないかというふうに反省しておりますけども、ちんどん恋心でございました。
ワン、ツー、ワン、ツー、シー、フォまあ、ちんどん太鼓というのは洗濯板ちょっと対応してあるんですけども、この家庭用品、主に台所用品と、それから、洗濯用品と、それから何ですか、お掃除の道具と、こういうのを混ぜまして、こういうご家庭で皆さん、各家庭に行きたい、いかがですかと、まあ、これ結構いい音がします、これ。ないと、まあ、目をつぶって聞くとですね、まあそういうパーカッションもあるかなとございますけども、まあこのチンドン、まあ普通のはチンドンですけど、名前をつけました。あの音がポコ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 するので、通称ポコチンと。あまり人前で言えませんね。言えませんけど、まあポコチン、それからいやあなたもなかなかやるじゃないでございますか。なかなかやるか。やっとよ。私はガラクタ。こっちはポコチン。ポコチン。もうポンコツとガラクタで、はい、今日はちょっともうリーダーを無理やり引っ張り出しまして、一緒にやりましょうということで、若い人やってほしいですね。いや若い若いがこれから。そうですか。やっぱお客さん、いつもリーダー2枚目ね。まあ2枚目ね、普段は違いますけど、なんかみんなうんっていう、今そうかなという雰囲気でございますけど、それではちょっと今日は掛け合いでいきましょうよ。しかも曲がね、まあ、対局なんです、これ。対局でございます。クラシックの世界のですね、すごい対局を挑戦して、はい、本当は譜面が立ってないと私演奏できないんですけど用意しましょうか。もういいです、いいです、どうせ見えへんから、どうせ読めない、私も、はい、ハンガリアン舞曲という曲でございますけども、
それでは2人のどっちが上手かという、いやいや、というわけで、ね、もうこけら落としにあったよ、こんなん持ってきたね、あんた貧乏くさいも持ってきたから、いやいや、まあ私もね、ね、ほんまに頑張りましょう、はい、行きましょう、はい、それでは考えよう、いや、こっから真剣ですよ、やりたくさん本当にもう、はい、今回はプライベートの人がお休みです、休みなんで座るとこないから、まあその辺で、あの、あ、一緒にようなら、はい、頑張ります、お願いします、チューバの人とアコーディオンが頑張ります、私らの後ろに隠れますけど、頑張ります、お願いします、ハンガリアン部長、いや、まずは私から、私の名人、田原孝さん、2人登場、この後やりにくいな、いや、まだ行けたと、もう帰ったかな、踊ったら、まだ王でずっと待ってましたよ、あ、衣装、あ、さすがや、衣装変えたわけじゃないよ、さっきビチョビチョになっても着られへんねん、やっぱこの辺がね、同じ 芸人やってて、やっぱ長く生活してると、お客様の前、再び登場の時、絶対衣装を変えると。いや、そんなことない。僕たちの場合は、変えるとまた洗濯が大変だと思います。洗濯のローテーションできてますね。洗濯板、今あったから大丈夫です。大丈夫ですか。はい。それではまた。ギターの音色から、はい、ありがとうございます。今度はですね、先ほどはギリと人情の世界を歌わせていただきました。今度はちょっと、夫婦もの、男の涙という歌です。
一緒だよ。医者が見せてた病気を押してやった無法末の一生というね、はい、曲でございます。
面白くなかったらどうぞビールとか注文してください。それでは参りましょうか。恋にもいろいろありまして、初めてするのが初恋で、何度もするのが失恋で、ここまで辛抱してくれました。暑苦しかったでしょ。
Yeah.
じゃあ1曲だけもう正解を無理やりに、じゃあシングオンっていうのをやりたい、それでお別れです、はい、本当にこれで最後だね、はい、3丁目でございます。ゆっくりから始めまして。
だんだんと速くなっていく。なるほどね、なるほどそういう彼がアレンジかなりやってますけど、ね、そうなんです。もう私だいぶ使ってきたんで、あの、ついていけるかどうか行きましょうか。4丁目でございます。1丁目ダッ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 ダ